それぞれの地で発展した各派は何百年もの間に形を変え、三省河北派は五行十二系、河南派は十体系となった。敬意圏は形こそ単純で覚えやすいが、その力を得得することは難しい。しかしその本質を知ることができれば、多くの技は必要ではないと言われる。各運針は半歩進んでの方拳の一撃で、が常に稽古していたのは五行拳と十二形のうち王の得意とした実践的な数本の型だけであった。